はい、どうも高尾です。今回のネタなんですけど、S2 の、ファームウェア、こちらの方をね、マスターモード使ってたんですけど、結局ノーマルの、ファームウェアに、戻しました。理由としてはね、サーボですね、サーボを交換してサブトリムで、調整しようとしましたら、それがね、反応しないということなんですが、これはねちょっと分かってたことなんですが、本当にね、動かないことなので、まあしょうがなく戻しましたが、どんなフライトになるか、まあマスターモードでね飛ばしてて、また物をノーマルに戻すと、まあその差が分かるんじゃないかと思って動画にしてみました。はい、それではご覧ください。はい、おはようございます、タコでございます。S2 の、ちょっとね、左スワッシュサーボの調子が、悪かったんで交換作業やったんですけど、前マスターモードを入れてたんですが、マスターモードを入れると iOS の、ソフトだと反応しないっていうのがねちょっと書いてあったんだけど、本当に反応しなかったんですよね。ですのでこれ標準の、1.05 の、バージョンに戻しました。はい、じゃあ行ってみましょう。アイドル1、確かに浮こうとするグラビティってやつかな。まあノーマルも全然悪くないっすね。カジノセンターの入り方がやっぱ鈍いっていうのが、元でマスターモードっていうのが作られたみたいですけど、まあちょっとねやっぱりやっつけ感のある、ファームウェアだったんで、結局はアンドロイドしか今反応しない状態になってました。まあ全然いいんですけどね。まあ基本自分鈍いんで何でもござれでございます。しかしまあよく飛ぶわ。ちなみに今、オンピーホビーの、M2 用のバッテリー 60C のやつをね、搭載してるんですけど、これアイドル1です。十分すぎるほどぶっ飛びます。いや楽しいんだけどちーと寒いでございます。はい、S2 ですね、ノーマルの、リビジョンに戻しました。ノーマルのファームウェアですね。ちなみに、センターの方、
プロポの方はノー、エキスポ 20% 入れっぱなしになってますけど、まあ相変わらず鈍い男なのであまりわからないっていう感じです。はい、では着陸。うん、グッドですね。